はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの配信573日突破記念ガチャを引いていきたいと思います。まあ、コナミにねちなんだ記念ガチャになっておりまして、内容はかなり豪華な内容になってます。まあ、お一人様2回限りの限定ガチャではあるんですけれども、初回10連で SR 以上1枚確定で、さらにねめっちゃ貴重な SR 大丈夫博士像がまあもらえると。で、2回目になりますと PSR の1枚確定というところと、あと出てくるねキャラクターも選抜30キャラのみ登場ということで、まあ下に出ているこちらのキャラクターから出現しますという感じで、またね、PR 以上が確定してる感じで書いてありますので、まあ、上限解放もね進んでいけばかなり嬉しいところになります。では、まずは10連目から早速引いていきましょう。まあ、ただねやっぱりねプラゴのキャラクターもねいるんでね、そこら辺になるとちょっとあれかなと思うんですけど、まあここは本当に大丈夫博士像ですね。あと PR か、解放用の、うん、小平くんはねプラゴなんだよね。居抜きいいね。お、居抜きが2枚出てる。裏がもいいですね。サイガもねプラゴなんだよね。ということでここは大丈夫博士像をもらっておきましょう。まあ、俺はまだ SR の大丈夫博士像は取っておくかな。絶対今のところすぐ解放したいキャラはいないので。まあ、ヤギュウちゃんはねまだプラ3になってないんですけれども、まあ、SR を突っ込むかって言われたら、まあ、ちょっと突っ込むのはもったいないんで、まあ、後々出てくる40でね固有解放するキャラクターとかに、使っていきたいと思います。では20連目、ここは PSR ですね。で PSR はねやっぱりね何が出てくるかで結構モチベが変わるんですよね。さあ頼むよ。誰、六本木くん。六本木くんをね PSR で使うかって言われたらちょっと微妙なところがあるね。よし、すみかちゃん六本木くんの PR が出てる。すみかちゃんとかね PSR でめっちゃ欲しかったけどね。俺何気にね暁大付属結構好きなんで。というような、形でした。まあこれね期限がねそんなに長くないんで、まあ見逃さないように、まあぜひね引いていただきたいガチャにはなりますね。まあ例によってこの後ねクリスマスガチャとかも控えてるんで、まあどうかな、無課金でやってる人はちょっと厳しいかなと思うんですけれども、まあ SR 大丈夫博士像とかねめっちゃ貴重なんで、まあ余裕があれば引いて全然いいガチャだと思います。まあコナミにちなんだね、記念ガチャなんで。まあというところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。